国鉄レ2500系貨車は1933年1 5両が申請された鉄道省の貨車である。日本では冷蔵車は主に鮮魚輸送に用いられ、一方アメリカでは生肉や果物の輸送に多く用いられていた。野菜や果物については日本では輸送距離が短く通風車で十分であり、生肉の輸送については一部の冷蔵車に、 肉懸水針,針を取り付けて取り組んではいたものの、保冷性に荷主が不安を抱いたために、機械式冷凍機付きの冷凍船にかなり転嫁していた。この状況に対応するために、鉄道省は、当時冷蔵目的で次第に普及しつつあった、ドライアイスを利用して冷却することを計画し、1929年から1930年に、かけて冷凍魚と枝肉の輸送試験を行った。 この試験でドライアイス冷却の強力さ、取り扱いやすさが確認されたため、ドライアイス冷却専用車の製作に着手した。これがれ2500系である。ドライアイスによる冷却に関してはアメリカでもサンタフェ、リフリジレーターディスパッチが1931年に試験的に実施していた。しかし積み込み作業の問題やドライアイスが食品に与える影響。 採算面などから実用化されなかった。このため、で2500型は世界で初めてのドライアイス冷却専用冷蔵車であると思われる。当時はまだドライアイスは氷に比べてかなり高価でコストの問題があったが、日本ドライアイスと提携を結んで安定的な供給を受けるようにし、ドライアイス輸送を普及させることで、 ドライアイス生産量を増やし、価格の低廉化が進むことを期待していた。当時量産されていたレ2900型と、ほぼ同型で、全長 7830mm、全幅 2475mm、全高 3825mm、荷重12トンである。また断熱材は、カッポックというジャワ島などに生えている植物の種子から、 取った毛を圧縮して作ったブロックを使っている。これは国鉄の冷蔵車として唯一の採用例である。ドライアイスは天井に設けられたタンク2個に合計 800kg 入るようになっており、気化したガスが側面2キロを循環して車内を冷却した上で外部に放出される。また必要に応じてコックを開いて車内に炭酸ガスを流し込むこともできる。 さらに通常の鮮魚輸送のように抱き氷による輸送をすることもできた。1933年3月、15両すべてが一度に、機車製造、日本車両、川崎車両の3車でレ2500レ2514として完成した。ドライアイスによる冷却を識別する記号は、レオトーと表記された。オトとは、大型のドライアイス専用の意味である。この表記は、 1953年5月28日通報により大きさを表す尾が廃止されレトと改正された。完成した車両を利用してドライアイス冷却輸送の試験が実施され成功を収めている。その後実用目的で宮城電気鉄道石巻から横浜港へ向けて輸出用冷凍魚の輸送などが行われている。しかし、間もなく 第二次世界大戦に突入して、ドライアイスの生産が中止となり、本形式は単なる冷蔵車として使われるようになった。戦後に残った車両も、腐食などにより、ドライアイス冷却用として使用することができなくなっており、1960年2月19日に、最後まで在籍した一両が用途廃止となり、同時に形式消滅となった。本形式は、 ドライアイス冷却車として成功を収めることはできなかったが、ドライアイス仕様の実績を作り、戦後においては冷蔵車や冷蔵コンテナにドライアイスを積み込んで冷却することが一般的となっている。ありがとうございます。